はい、どうもキリスト教の講義をさせていただきます。オムタクミです。キリスト教の言ってるその大まかなそのクリスチャンとしての生き方なんですけど、かつてね、その神様から恵みをいただいて祝福に預かり神の愛を知ったと。で、神の愛を知っておいてなお離反して、そのちゃんとした教会から逸れていくとは何事かという言い方と、教会がその別に引き止めて教会に連れ戻すわけでもないので、別に強制的に教会に向かわせるのが教会の目的ではないので、ほっとくんですよね。で、教会に来なくなってどうなったかっていうと、教会に来なかったからどうってわけじゃないんですが、教会に行かずに、不倫だとかなんとかっていうことはもう本末転倒で、初めから教会に来る必要のなかった人たち、どうせ洗礼も受けてなかったんだろうっていう、ただそれだけで終わるんですよ。ただそのクリスチャンが洗礼を受けた後ね、その実生活の中でその不安要素というのはいろいろありますよね。借金問題、病気の問題、人間関係の問題、会社でのストレス、それからこう生きていく希望が見当たらない時、その救いと言われるそのキリスト教の聖書の話が抽象的に思えて、その救いの実感が湧かない状態、生きる気力のない状態、もしくは病気でね、恐怖症に陥ってしまってすぐに生きれない状態、いろいろあると思うんですけど、その救われた喜びをかみしめるという意味で、主の恵みを一つ一つ数えてみなさいという旧約詩編の祈りがありますけど、一つ一つの恵みをかみしめて生きる、自分が与えられたものは全て神の恵みであって、自分はその謙遜に生きるということと、神様が確かな方であるということを信じ抜くというのが信仰になりますので、出産できなかった旧約聖書の、女預言者というか王様のね、妃の方が誰とか、そういったことも雲のような証人に囲まれているのでっていう、旧約聖書から その神の恵みを信じ続けた女たちだとか、それぞれの主な預言者獅子たちが弱くてもその神に信頼して勝利を勝ち得ていった時、ちゃんとその感謝の捧げ物をしたり祈りをして、私が勝ったのではなく、その神様の力で勝った、神様が勝たれたことなんですという、主の勝利にその感謝の心を持ち続けるという謙虚な姿というのを、詩編なりどこどこの旧約聖書でもよく読んでほしいんですよね。で、これでもうダメだという時というのは、人間はその飛び降りたりするんでしょうけど、そういうことはカトリックでは禁止してますし、それはいけないことです。だから神様はその以前の自分のそれぞれの歴史の中でね、個人の人生の中で救われたということを、具体的にもその罪からの救いという意味でも目が開かれて見えるようになったとか、十字架の血潮の意味が分かったことであるとか、現実的に生活が救いを信じて改善されたことであるとか、そういったことを思い出してほしいんですよ。クリスチャンとして年季が入ってくるというのは、子供が救われたこと、配偶のそれぞれが救われたこと、祈ったからじゃなくて祈りに応えてくださった主が、神様がいてくださったからだという、その自分が歩んだ奇跡、その歩んだ道のりの中でどれだけ救いをかみしめてきたかということと、神様は強い方であって、万軍の主と言われるように絶対に勝利を収める方なので、それに付き従い信じていきますという祈りですよね。不安要素がかかると、人間は
弱い方に流れていって犯罪に落ちるのはもってのほかですけど、そういう自分のいかに救われてきたかということを一つ一つ確信を持って覚えるなら、まあ、この次問題が起こっても大丈夫ですとかね。会社になるとその改善するのは、まあ、男たちというか、まあ、女性もそうですけど、企業戦士と言われる人たちが問題にぶち当たった時にその企業のなんていうんですかね、耐久度を上げるためにやり方を改善したり、人事の置き方を改善したり、仕組みを改善したりして完璧な製品を作っていくのが企業ですけど、まあクリスチャンもそうならなければならないんですが、まあその他力本願でね、神様の方に頼ってばっかりで教会にパンを求めてこられても、そういうパンではありませんので、自分が生活を改善しなければならなかったら、ちゃんと真面目に働いて必要なもので生活環境を改善するなり、そういうことです。まあ、仕事の仕方を改善したりとか、そういうのはそのちゃんと聖書の掟、戒めを守った上で人間関係を自分の力で整えつつですよ。それでも力が足らない自分の弱さがあるときに神に頼ればいいわけで、神に頼るというのはその見えない働きを信じることです。お金を頼るとか、なんかボタン持ちを頼ることじゃないです。自分も働きますと、主が働いておられるので私も働きますという祈り、その行い、その上でその自分の弱さを憐れんでくださいと、主の働きのもとに自分を置いてくださいという謙遜で、まあ、ゼロの状態というんですか、自分が無力なものをちゃんと認識していること、仕事の面ではその努力して働いてお金を稼がなきゃいけないですよ。ただし自分の手に負えない家庭の問題とか社会の状況のあらゆる問題というのは、人間からすると確信を持って前進しなきゃいけない、主が天におられて見ておられるので大丈夫ですと言えるくらいの信仰が必要なんです。まあ、要するにその神が天におられて人間が地面にいるということを、その上下関係と一緒にですよ、ちゃんと神様いつも共にいらっしゃるという確信と安心を信仰と呼ばれる祈りに見出してください。その祈り方は詩篇に書いてありますので。